MLB、ドジャース4、2ヤンキース、日本時間29日、ニューヨーク。ドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第3戦に1番、指名打者で先発出場。第2戦で左肩を脱球したが、志願の強行出場。サンダームアンダー1得点、1支球1支球だった。 ポストシーズン初の2試合連続無安打で打率245。チームは初戦から3連勝を飾り、2020年以来4年ぶりのワールドシリーズ制覇へ大手をかけた。画像、マミコさんが撮った写真かな、大谷翔平が試合後に公開した1枚が話題。大谷は初回先頭はストレートで子球を選び、1死後、フリーマンの右声への先制3号ツーランを呼んだ。 3回虫一塁は2ゴ頃。一層、エドマンを2塁へ進め、ベッツの右前的地打を呼び込んだ。4回1死1、二塁では左腕コルテスに空振り三振。初球、6球目を振った際に表情を歪める場面があった。7回先頭では再度左腕ヒルと対戦。内閣ーシームに右手一本で打ちに行ったが、三者比に倒れた。 9回1死は左足つま先に当たる死球だった。26日、同27日の第2戦の7回に2頭を狙った際に左肩をあだっき出場が危ぶまれていたが、痛み止めを服用。テーピングを施して出場した。試合前の両軍先発メンバー紹介では左肩に黒いサポーターのようなものを装着。ウィンドブレーカーを羽織って登場となった。 チームは初回にフリーマンの右声3号ツーランで先制。ワールドシリーズではブレーブス時代の2021年から5試合連発となり、ジョージ・スプリンガーに並んで歴代最長となった。6回にはエンリケ・ヘルナンデスの中前的地だと効果的に追加点を挙げた。投げては右腕ビューラーが5回2アンダム失点と高騰。 9回に7番手のコペックがベルドゥーゴにツーランを許したが、逃げ切った。29日、同30日の第4戦はヤンキースタジアムで行われる。ヤンキースはルイス・ギルが先発。対するドジャースはブルペンデーで4連勝。世界一を目指す。